うわ、噛みつかれる。鼻息がすげえな。触れそう。怖え。はい、コナンです。先日ね、この NTT ドコモの Galaxy S6 を買いました。2ヶ月ぐらい前ですね。前にね、一度そちらのレビュー動画出しましたが、今回は S6 を買ったといえばあれでしょう。 Amazon で買いました。今ね、 Amazon でね、どうだろう、9000円ぐらいで買うことができました。定価はね、1万2000円ぐらいするんですけど、サムスンの Gear VR を買いました。もうすぐね、あのプレイステーション4の PSVR 発売されますけども、そこまで待てねえぜということでね、どうしてもねやりたいゲームがあって、白猫 VR、 そしてマインクラフトの VR 版、マイクラ VR がね、どうしてもやりたいということで買っちゃいましたよ。もうね、ギャラクシー持っている人はね、必須ですよね。 S7 を買うとね、一時キャンペーンで全員でプレゼントとかやっていましたが、まあおそらくね、その加減もあって、今ねだいぶ Amazon とかね、ヤフーオークションで安く出ています。さあ開けていきましょう。おっと、これか。おお、こんな感じ。まあ普通だよね。ペリペリ剥がしていきます。どんな感じなんだろうね。なんか結構ね、レビューとか見るともう感動したみたいな、アメージングと書かれていましたが、実際のところはちょっとね、やってみないとこればっかりはわからないです。じゃあギャラクシーをね、セットしていきたいと思います。なんかここにね、なんか差し込んで、ギャラクシーをセットしました。おお、オクルスのホーム画面ですね。すげえな、なんかすっごーっと下がすげえ怖い。よし、じゃあジェラシックワールドを見てみたいと思います。おお、すげえ、なんだこれ。鼻、うわ、噛みつかれる。鼻息がすげえな。触れそう。おっと、怖え。すごい、こう本当にここにいるみたいですね。これが VR か。すげえな、びっくりです。お、本当にその世界の中にいるみたいですね。お、このギア VR ね、今日は開封ということで少し遊んでみましたが、よくね、厳しいレビューではまだ解像度が荒いとかね、あと視野角が狭いとかいろいろ言われてますが、この値段を考えるとね、まあこれから10月にプレイステーション VR とかね、出てきますが、ちょっとね、そのあたりも注目していきたいなと思います。ただね、ちょっとこれは欠点ではないんだけど、まあ、YouTuber 的にはね、これちょっと動画としてはこの凄さがあまり伝わらないっていうのと、あとね、この見えてる画面がね、うまく録画できない、キャプチャーできないので、まあ、今回ちょっと短時間なんで、まあ、なんとかできましたけども、ちょっとそのあたりがあって、ちょっと実況とかね、レビューやりにくいかなというのはありますね。ただね、面白いゲーム、白猫 VR とかね、マインクラフト VR あるので、まあ、そのあたりね、できれば実況したいなと思っています。ちょっとどれだけね、この面白さ伝わるかわからないけどね。それではまた次の動画で会いましょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。